い、皆さんこんにちは、ひめりんごです。今日はたこ焼き器で餃子を作るレシピを見つけたので初めて作ってみたいと思います。その前にいつものね、私のガソリン入れさせていただきたいと思います。今日はアサヒ生ビール、こちらマルエフですね。こちらね、ちょっとこの間飲んだ時めっちゃ美味しかったんで飲んでみたいと思います。はい、それでは皆さん今日も一日お疲れ様です。乾杯。ああ、しみる、うまい。はい、ということでできるかな。やったことないんですよ、これ。でね、このたこ焼き器に蓋がついてないですよ、うちのは。だからこれホットプレートの持ってきたんですけど、もうとりあえずね、レシピ、今カンペを見ながら作りたいと思います。まず多めの油を引いて、火をつけない状態で油を引くそうですね。そして、この餃子の皮をね、敷き詰めていくんです。こういう感じで敷き詰めていくらしいですよね。レシピ合ってるかな。なんかねおかしいと思ったらね、私大判買ってきたみたいなんで、ちょっとね、まあいいや、とりあえず作っちゃったので、はい、こちら種ですね。このあんをね、この中になんかね詰めていくそうなんですよね、このままね。うわー、入れにくいなこれ。はい、今ね、このように、あんを詰めたんですけど、ここからね、スイッチを入れます。上から、水をね、回しかけてって、ちょっとわかんない。どんな感じなんだろう。回しかけるも何もね。そして、ちょっとね、水もわかんないんですけど、まずね、それ蓋をして7分ね、待つそうです。蓋もかぶってないし、はみ出てるし。はい、じゃあ無理やり。蓋を閉めたので7分待ちたいと思います。その間に今日のあては、これは油揚げと卵の袋煮です。白だしで作りました。これをね食べながら飲んで待ってたいと思います。いただきます。最高。うまっ。しみてる。だしが。これはね、白だしとお水だけ。おいしい。ではでは、7分経ちました。なんかね、餃子っていうよりね、シューマイ。ちょっとじゃあ、ちょっと真ん中らへんから、おお、かわいい。こんなか、わー、そうだよ、たこ焼き器なんだが、かわいい。めっちゃ丸くなって下が、あっちゃ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 ち。これを食べてみたいと。かわいい。いただきます。
かわいいかわいいかわいい。どうですかこれ、たこ焼き餃子。熱そうだな、また赤いな。うん、おいしい、めっちゃうまい。うん、餃子餃子餃子、うまい、大成功、かわいい。これはぜひやってほしい、皆さん。うまいうまい、進んじゃう。うわー、うまい。これ簡単だし包まなくていいから最高。ふう、いやーこれねー絶対いい、楽、包まなくていい。ほらー、めっちゃねー簡単。わーすごい。絶対ねこれ子供喜ぶと思う。 お子さんも、私も今喜んでる。初めてたこ焼き餃子、いただきます。本当に美味しい。見た目はねちょっとまああれなんですけど、気にしなければこんな感じになります。すごい楽しい。しかもね丸くて可愛いので。ただね今ね無理やり取ったんですけど、やけどに気をつけてくださいね。いただきます。うん、味はね、本当に餃子。全く変わりない。うん。包まなくていいから、すごい簡単でいいです。マジでね、美味しい。全く味はね、餃子と全く同じ。やってよかった。ちょっとね、ハラハラしたんですけどね。初めて、たこ焼き器で餃子なんて作るの。うん、ほんとこれね、うん、もうチーズ入れてもいいと思うし、うん、いろいろやっていいと思うんですよ。今日はね簡単に玉ねぎと、もうレシピ通りに作ったんですけど、美味しい。うちの旦那さんも絶賛してるので、もしね皆さんたこ焼きがあれば、たこ焼き以外にもねこうやって餃子も作れるということで、今日はね大成功、美味しかった、最高です。本当に、まだあんが余ってるんで焼いていきたいと思います。今日もね最後までご視聴ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。フィーリングでした。